月寒営業所北海道中央バス月寒営業所は北海道札幌市豊平区月寒東一条19丁目3の50に所在する北海道中央バスの営業所バス事業部に属する1943年3月1日の北海道における旅客自動車運輸事業統合要項による北海道中央乗り合い自動車発足時に豊平営業所が 現在の札幌市と平区く月雨中央通り4丁目に設置された。1954年9月1日に月雨営業所へ改称され、翌1955年10月7日に現在の月雨中央通り10丁目に移転となった。1969年7月28日に札幌南営業所の新築移転に伴い現在地に移転し、 市内線担当営業所とした。1971年9月1日には、平岡営業所路線担当、月寒営業所は、貸切と定期観光路線担当となったが、1983年4月5日には、対局営業所と業務を交換し、再度路線担当営業所となり、主に郊外路線、日光線や国道36号方面高速バスを運行した。 1998年12月1日に再度、貸し切りの担当営業所となり、路線とターミナル管理を各営業所へ移管。後に、貸し切り業務を対局営業所へ移管し、営業所廃止となったが、2009年4月1日に、新千歳空港連絡バス一部路線運行のため再設置された。運行管理を札幌第一観光バスへ委託するため乗務員は、 配置されていない。一般路線運用例観光化仕切り営業所か、前日時点。移管後の状況は西岡、大局、札幌北の各営業所記事を参照。西岡営業所へ、移管大局営業所へ、移管札幌北営業所へ、移管観光化仕切り営業所か前に廃止された、路線月サムターミナル2014年2月国道36号。 挟んで西側に展開場があり、月サムターミナルと称していた。停留所名称は1994年10月14日の札幌市営地下鉄東方線延伸開業に伴うダイヤ改正で月サム営業所に2001年12月1日ダイヤ改正で月サム東1条19丁目に変更されているが、副従駅。 札幌都心方面行きの停留所は展開場内にあるため引き続き使われており急行便を除く全便が乗り入れる。ありがとうございます。